はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回もいきなりコツ持ちウィークで、野手でやっていきます。高校は波動高校強化です。で、特攻キャラの方はまた2人入れてます。キバ妹とちーちゃんですね。ちーちゃんは例によって、アベレージヒッターで、アベレージヒッターを持ってますというところと、キバ妹は金徳芸術的流し打ちで、流し打ちのコツが手に入ります。で、今回は一応ね、打って走れて守れる選手を作っていこうかなと思いまして、筋力キャラは7位でアーティストを取りに行って、カルロスで高速ベースランで、ナヌークで魔術師というところなんですけれども、まあ、ナヌークはね、魔術師の骸骨がないので、一応カルロス守備職人を備えているので、連れてきました。まあ、ただカルロスはね、ちょっとコツが多いキャラなんで、潰せるところは潰していきたいですね。じゃあこれでやっていきましょう。まあ、まずは練習になりますので、キバ妹だね。まあ、キバ妹はね、俺はもう45になってるんで、イベント経験点とかは多分結構高めにくれると思います。っていうか、あのチャレンジイベントでさ、あのキバ妹くれるじゃないですか。あれでね、ちょうど45になって、で、今回それを初めて使うというようなところですね。これはどうしようかな。小村ちゃんでいくか。回復しながら練習をして、なんか余計なのよこしてきた。体当たりか。やっぱりね、こういう最初の方でね、コツをくれるキャラは経験点が溜まってないうちだとちょっと厳しいよね。しかも小村ちゃんに至ってはね、体当たりくれるからね、イベントで。まあとりあえずはまた評価上げで、まあ、キバ妹最優先なんですけど、いないので初期評価の低いキャラクターから上げていきましょう。まあ、ちーちゃんとかはね、あのホモテなんで、かなり初期評価は高いです。確かなんか80とかね、いきなりあるはずなんで。でそれに加えて、やる気効果デッキの人たちは確か初期評価45とかなんでね、意識してあげていかないとなかなかタックがね、組めないんですけれども、これはどっちにしようかな。キバ妹だな。やはり女性優先でしょう、こういうのは。しかも超イケてるし、回復したいな。キバ妹と練習をして回復をしたい。コツが来てるけど、キバ妹がいる。ナヌークか。ナヌークはもう絶対っていうコツを今回持ってないからな。うん、11%いこう。何か食わしてくれ、俺に。何か食わしてくれ。スポーツドリンク、オッケーオッケーオッケー。ここでやる気を下げられるとかなりきついんだよね。回復してくれるのはいいけどさ、やる気を下げてくる可能性があるからね。じゃあまた評価上げで、ここは監督もいるし。でもう一ターンラブパワーが続いたら、またちょっとキバ妹を追いたいね。ここでも体力を削られたんで、いるか。そもそもいたー。コツがある。7位のコツは取りたい、7位のコツは取りたいけど、ちょっとキバ妹でいこう。回復プリーズ。こっちかいな。じゃあここは回復していきますか、普通に。もう評価はね、溜まってるんで全然いいでしょう。っていうかこっちじゃなくてさ、告白が来てほしかったんだけど。でラブパワーが切れましたと。わりかしコツが発生するね。ちーちゃんか。アベレージヒッターはな、まあ、3じゃなくて5で潰してもいいと言えばいいからね。とりあえず一緒に練習しましょう。コツをください。アベレージヒッター、よし、これで5になりましたね。で早速タックが組めると。ただまあワンタックだから、ここはナヌークとナナイの評価を上げていこう。まあ、いつも言ってるけど、年内中はね、やっぱり評価優先でも全然いいと思うんですよね。で小村ちゃんの1回目が来たんで、体当たりは5だよね、これで。
5だと 80% 引きになるんだっけ。ってことは10くらいで手に入れられるのか、筋力ポイント。体当たり。コツはちいちゃんとカルロスか。カルロスはな、潰しておきたいからな。アベレージヒッターは、まあ、取っておきましょう。流し打ちもまあ取っておいていいけど、若干10と2とか超安いし。潰せるものを先に潰しておきましょう。ヘスラとムード。ムードはあった。よし、OK。で、10% とかだったよね。やるか。とにかくコツをくれ。まずは練習かいな。よし、これで回復してくれる。そう、今回ねちーちゃんがいるんで、ホムラちゃんはこのコンボで入れてきました。まあ、もともとホムラちゃんもね全然強いキャラなんで単品で入れてもいいんですけれども、まあ、やっぱりねコンボがあるとさらに使いやすくはなりますよね。経験点もいいし、早急くれるし、脅威の守備範囲いつも分かんないこれ、どっちがどっちの金徳だか分かんないんだよね。イベントが似てて、これは監督7位でいくか。7位はね、だからパワー飛行格の2つはちょっと抑えておきたいですね。まあ、これで告白も来たので騎馬妹は大丈夫ですね。悪くない、全然悪くないよ。告白でね評価が上がってくれるとお正月をあんまり気にしなくていいんで。あ、これは内野安打の方か、普通の方だね。おお、いっぱいいる、いっぱいいるけどさすがに無理。あー、カルロスの評価が足りてない。ラブパワーにはならない。で、ここでようやく火がつくと。何人くらい火がついた今。6人か。8人くらいだよね、やっぱりちょっと火ついてもらいたいのは。割れてるな、割れてるけど、ここはダブルタックが来たか。よし、やろう。今回ね高速ベースランがねやっぱり重いんで、ちょっと総力を2人入れてきました。まあ、アピール自体はあのミートにしたんですけど、精神ポイントがねちょっと稼げるかどうか不安なんで。おう、燃えてるね。ちょっと無理だな、さすがに無理だな。でナムークとかもチャンスコツを持ってるので、まあ、チャンスは今2で掴んだでしょ。ってことはあと1回掴めれば大丈夫なんで、まあ、ちーちゃんもねチャンス持ってるし。よし、ここでの回復量が若干増えてるのが何気にでかいな。確実に行こう。一気に回復できたな。で、7位の金徳ですね。これもねパワーヒッターがないとマジきついんで、7位からはコツをもらっておきたいんだけど。コツが来てる。これはちょっと待って、これはこっちだねそりゃ。一応全部見ましょう。まあこれだね。ナヌークがまだか。ナヌークもね初期評価は低いキャラなんで。あとはコツをうまく回収していきたいですね。前回はねちょっとそこら辺がうまくいかなかったんで。おここが燃えてるね。ただ一般人2人だと、まあ、大したことないっちゃ大したことないんだよね。ナヌークまだか。ナヌークマジか。ナナイもまだか。そうか、ただプラス30か。ナヌークにしよう。監督評価を上げつつナヌーク。監督評価はもう全然大丈夫だねここまでくれば。でコツ、これはコツを優先しよう。ナヌークナヌークか。
まあいいや、やろう。わりかしあれだね、一桁台の怪我率で練習してるんで、そろそろ危ないよね。で12月の2、ここは何にもないんで、デートをして回復させて12月の3で練習してクリスマスを迎えると、まあいつものパターンですね。とかやってるとね、余計な体力を削ってくるイベントが発生したりするんで。こんなやつはね、友達じゃないよ。おお喧嘩の方はね、体力を削ってくるんですけど、こっちはやる気を削ってくるんで、まあまあいいでしょう。で、効果魔になって、ちょっと少ない気がする。全部で8人か。ね、コツが来てる。あー、これはいいね。精神はちょっと稼ぎたいといえば稼ぎたい。まあ、次クリスマスを控えているんですけれども、まあ美味しいんでやりましょう。コツ、逆境。よし、これで逆境潰せる。マジかー、これはやる気が下がったけど、クリスマスでやる気を上げてくれるか。まあね、キバとかもね、シスコンだけどさ、ヨジオもシスコンじゃないですか。で俺もまあ何回か言ってるかもしんないけど、妹いるんですけど、別にそんなんなんないっすよねやる気上げてくれなかったし超どうでもいいし。まあ時間7位、お前はまだ評価が足りていないのか。クリスマスがあるからな、かといってここでメンタルやるのはちょっともったいないよね。うわー、やる気効果アップがあるから、小村ちゃんのタックが弱い。これはもうしょうがないよね。騎馬にちょっと上げてもらおう、評価を。お願いします、妹様。よし、超いけてる。前回のさ、練習00とかひどかったよね、あれ練習する意味がないとかさ、マジありえねえでしょ練習効率悪すぎだよ。大吉、中吉、まあいいでしょう。で、コツですね。このコツはホムホムか。ナイアンダーは掴んでおくか。ナイアンダー、まあ1でも全然大丈夫でしょう。流し打ちも、まあ、取れるときに取っておいて、チャンスはな、ちょっと5にしたいんだよね。逆境は取っておこう。だから多分ね、金徳がね、わりかし重めなんで、まあ、基礎能力はオール C あたりにしておいて、で金徳でカバーすると、そういう方向なんかな。ナヌークか、まあ、7位もいるからな、ここでいっか。燃えてきた。まあまあまあいいかな、これでも。ダブパワーがあと一旦続いてくれれば嬉しいね。よし、キバ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 、いた。これどうしよう。コツプラスタックはやっぱりでかいけど、でかいけど回復もしてもらいたい。今のところ一桁台の怪我率をわりかし通過してるね。スポーツドリンク、オッケーオッケー。でまたこれでバレンタインまで練習できますね。さらにここはチームメイト評価が上がるんで、もう7位さすがに大丈夫でしょう。そしてまだラブパワーが続いている。小村ちゃん、小村ちゃんかなりコツをくれるな。あとはさっき何取ったんだっけ、いぶし銀か。よし、60か全部で。でプラスオーバーヒート分で敏捷ポイントもらって、スバルが出てきたから、そろそろ基礎能力を上げていきますか。まあこれは一番上でいいでしょう、別に。やる気が上がった。そうか、やる気がマックスだと経験点くれんだっけ。ミート OK。 パワーだよな、ちょっとパワーはいいにしておいて、総力初期値が低かったね。まあその分敏捷ポイントが稼げてるからいいんだけど、
やっぱり精神だな、ちょっと足りなそうだな。一応全部あげちゃうか。回復はだからわりかし、7位からコツもらいて。これプリーズ7位、パワーヒッターくれ。7位頼むぞ。よし、コツパワーヒッター OK、 ありがとう。しかもまた超イケてる。もうここはねチームメイト評価を上げていきましょう。この2人の評価はねはっきり言ってどうでもいいんで。でバレンタイン、チョコの食いすぎで鼻血とか別に出たことないんだけどね。コツを見て決めよう。7位か、これはね筋力ちょっと足りてないからね。パワーヒッター5でもいいんだけどな、まあ、広角打法でもいいけど、ちょっとパワーヒッターを取りに行きたかったけど筋力か、まあ、筋力足りてなかったからいいでしょう。さてここでまたコツ、カルロス走塁コツも手に入れておかないといけないっていうところかな。練習か、反復練習をして続けていきましょう。でサッカーしようぜ。こっちが金徳か。でここでね一応走塁コツ1を手に入れることができるんで、それは取っていきましょう。うおー、ここは7位か、精神が全然足りないね。いやでもこれは美味しいね。 7% か。またどうする。まあ、取ってあるからこっちでいくか。経験点に目がくらむ。あとちーちゃんか、教えてください。ちーちゃんもね強化が来てから実はやりたかったんだけど、まだね強化は来てないみたいなんで、これは体力を回復させていきましょう。いや7位はね本当にねイベントもいいしねコツもいいしね、まあ、俺はね7位持ってないんですよ今回お借りしてるんですけど、30% はさすがに無理でしょう。ここはデートをしていきましょう。まあ、ただ他のキャラがね割かし揃ってるんで、7位を使いたいなーってなった時はまあ借りればいいんで、今のところは7位はお借りしてます。でねアプリの方ではね俺7位持ってるんですよ。これどっちにしよっか。監督もういいから上にしよう。やっぱりめっちゃ強いですね7位は。普通にこれでね固有がついてれば最強だったんだけど、まあ、7位のね固有ボーナスは3本末に取られちゃったんで。でここで金徳がね選べるっていうのもまた強いですよね。今回はアーティストを取りに行きます。今燃えてるのは2人か。また小村ちゃんでもあれが来てるね、コツが。今回小村ちゃんのコツがめちゃくちゃ来てる。固め打ちも OK。 勝てるかな。5本中2本のヒットだからね、パワーはね高くないんで、ここは普通に行きましょう。よし、あと1本。一応アベレージヒッターだからね。ダメか強振にするとやっぱりダメか。 OK。 ここってスコア関係あるの？その合格ラインを超えた後の経験点とかに反映してくんのかな。20くらいだとあんまり変わんないと思うんだよね。あー20、20だよね。よし、1、2、3、4 マジか、少な。頼むぞ、打てよ、カッキーンと。 OK。いや経験点もいいね。で2人か。一般人2人はなちょっとな、
号令をかけるか。号令かけて特に何にもなければデートしよう。コツ7位だ。7位のコツは取っておきたい。ちょっとどこまでいけるパワー、C にはしておきたい。オール C でいきたいんだよね。でそうするとやっぱりパワーヒッターに筋力を使うと筋力不足になりそうだな。もう一回7位のコツを掴んでおくか。パワーヒッター OK。 これでパワーヒッターを取ろう。で広角打法はまあ取れたらっていう感じでいきますか。お、頼むぞ。 OK。 B とか3上がったってことはさ、これ B まで持ってきたいね。いやダイヤのエースもさ、なんかアクト2の使用とかもやってほしいよね。ここはさすがに無理だな。無理だね。お出かけしてもでもあれか、次は勝負になるから回復はしないんだよな。悩みどころではあるな。まあ、一旦デートをしておくか。キバイモンとはね、後半でちょっと体力を回復しなくなっちゃうんで、まあ、確実にいきましょう。まずね、最優先動画がお釈迦になるのはね、ほんと嫌だ。これで守備職人。あと欲しいのは最低でも守備職人と、いや守備職人はでもなくてもなんとかなるか。走塁はねちょっと取っておきたいんだよね。いやその騎馬元あと1回だから、どっかでデートしとけばいいでしょう。やることがなくなった時に5人プラス5人で7人。お、今なんかうおー意外にいたなって思ったらナヌークか。敏捷ポイントをここで稼いでおくか、コツを取りに行くか。あとナヌークってなんだっけ、チャンスとかも持ってたよねこいつ。打球伸びか。打球伸びはな、でも結構厳しいからね。体力を回復しておきましょう。アイス。矢部くんが頑張ってる姿ってすごいね。俺は頑張らないからね。メンタル、筋力か、筋力か。いやただメンタルはやっとこう。ちょっと不足してるし、7位のコツだし。よし、結局筋力くれたからね。いやーよく持てるよな主人公も。でこれはどっちがいいかね。普通にこっちしとくか。最悪これ高速ベースランほぼ直撮りになるな。勝負だ。アンダ製造機の方が欲しいかな、アーティストより。どうだろうな。え今のだ。うわーこれは無理。ちょっと待て、一本ホームラン打ってバントしよう。ほらスタードライブ。ちょっとやっぱりこれにしよう。よし、これどこで勝負してんの。ちなみに普通に高校だよね。アンダ製造機かアーティストってどうやって決まるんだっけ。ホームランの本数とかだよね確か。高速ベースラン1だよね。カルロスか、これはやろう。カルロス、ただ精神はないからチャンスはもう絶対潰せないでしょ。いや厳しいよこれは。厳しいよ本当に。まあやろう、このままやろう。まずはコツをくれ。バントとか一番いらないのが来たな。6番レフト。ちょっとでも経験点を稼ぐためにここは普通に試合をしていきましょう。でじゃあ一応
足は C にしておこう。でそうすると肩 D にできて、守備も D にできて、補給はちょっと回せないね。そうすると一応オール C くらいになって金徳を取りに行って余ってれば基礎ポイントに振っていきましょう。うお、際どい。練習試合ってどれくらい経験って入るんだ。もう練習試合めんどくさくてさ、割とコンピューターにお任せしてんだよね。ただ試合経験点ボーナスとか持ってればホームラン3本くらい打っとけば結構手に入ったりするんだよね。30ポイントずつくらいは手に入らないか。まあ試合経験点とかありで、一応これでホームラン3本でしょ。もう一回回ってきたけどさ、まだ投げてんのか。これで何点入るんだろう。27か。波動はね、なんか勝ってもさあんまり恩恵がないからね。ちょっとこれは無理かな。5月の2週でしょ。まだいいや、寝よう。おいー、最近これ多いんだよね。どうする、どっちにする。人数的に号令をかけるあれでもないからな。ちょっとまんべんなく取っとこう。とりあえず勝負だ。筋力を節約しに行くか、技術を節約しに行くか。最悪何も取れないっていう可能性もあるからね。やっぱりね、強振がね打ちやすいね。てかさ、ストレート具合がすごいんだけど。こいつさ、こんなめった打ちされたらさ、絶対さもう甲子園の予選とか出れないよね。かわいそうっすよ。かわいそすぎるんだけどこいつ。これでピンチ×とかになんないかね。悔しいけどって。よし、まあアーティストでいいでしょう。てかさ、アーティストって3列かんだよね、よく考えれば。アーティスト見よう。それでも93かかんのか。それでも93かかんのか。まあだったらこれでいいか。で総力でいくか。あー、これ精神を結構取れんな、3人いるから。市村くんか。あと市村くんが燃えてたらわりかし良かったんだけど。よし、精神をちょっとでも稼いでいこう。で6月、ここが割と勝負だね。いいものが来るかどうか。筋力はちょっと肩で稼いでいくか。もう割かし筋力はまあ持ったからね、目的の数値までは。よしよしよし、ここで回復ができるのもでかい。テキサス製のあたりとか未だによくわかんない。2人。うわー、萩野。オーバーヒート6人か。6人か、微妙な数字だな。6月の2週でしょ。まあこれでいこう。でこの体力量どうなんだ。ちょっと微妙だったらデートで回復しつつ。ちいちゃんか。カルロスだったらねやったんだけど、ここはお出かけしてデートをして自然回復して
6月の練習をするとっていいのがなければ号令をかけよう。今回号令全然かけてないね、まあ、無理にかける必要も、ね、ないと思うんだよね。よし、芸術的な流し打ちはかなり掴んだんで、まあ、どっちもいいよね。精神か貧瘍か精神にしておこう。おお、何にもない、マジで何にもない。これは号令かけよう。コツか、せめてコツか。ナヌーク、ちょっと1回能力を確認していこう。肩 C の守備 C と、ここからよ、ここから。高速ベースランが控えてるからね。だって早急も欲しいでしょ。だってアンダー製造機はもう取っておこう。で芸術的な流し打ちも取るでしょ。バントも取っておこう。忘れそう、筋力使うやつはもう取れないな。魔術師もな、直取りしようとすると3でもそれなりに重いよね、やっぱり。やっぱりな、高速ベースランもう1回だけ掴んでおきたいんだよな。でどうするっていう話。ナヌーク4杯やるか。今回割とこの1桁台の練習が多いな。全部通ってるからいいけどさ、打開珍しいよ。でもさ、打開もあれなんだよね。お、メンタル、よし、カルロス。まあやるしかないよね。何か潰せるかなって思ったけど、盗塁とかさすがに潰せないからね。よし、走塁、オッケーオッケーオッケー、ありがとう、だいぶ助かる。2番レフト、俺はレフトか。俺も野球そこまで詳しくないけど、レフトってこう守備的に一番楽な位置だよね多分。166まで減ってるね、だいぶ楽になったわ。やっぱりカルロスの高速ベースランは走塁1で掴んで、まずイベントでそこからもう1回コツを掴むと、そういう流れが一番いいね。まあもちろん5であれば越したことはないんだけど、こいつのスロースターター負け運とか、イワシ君。おお、でもちょっと嫌な球を投げてくるな。まず1本、まあ、シラスとかもね強い高校だからね、そのサクセス的な話。まあただ天空中央かシラスかって言われたら、やっぱりね虹谷を使いたいんでね、天空中央が次来てほしいよね。まあ、ただサクスピはね、わりかしね出し渋るんで、まあ、もしかしたら別の高校メカニックスとかね来るかもしれないけどね。おお、ウエストされた。これも大丈夫でしょう。よし、で明教高校はね普通に強い高校なんで、次に来ることはねまずないと思うんですけど。でね、天空中央はどうだろうね、サクセス的にはねやっぱり初心者の方がね向いてると思うんですよ。デッキ的に普通のね SR キャラを揃えてどうのこうのっていう感じの高校ではないんで、ここどうしようかな。号令かけよう。でタック筋力、他は一応見よう。やろう。でそうするとやっぱり高速ベースランがあるってことは、ある程度足を速くしたいかな。ここ実はねあれがあると思ったらなかったわ。そうだ寝よう、ここはもう寝るしかない。だってここも意味ないでしょ。あ、でもプラス11か、スカウトさんもいるしな。一回回復するかこれで。で、ここもまあ負けないことだね。なんか上げられる高速ベースランもう取っちゃっていいか。ほい、重い、マジで重い。片目打ち取ってねえじゃねえか、よく見たら。あと打開とかいうの手に入れたよね、打開とかいうの。打球の尾はほっとこう。あー、でも打開ってそれなりか、コツさんであれば。
そうだよね、ミートもちーちゃんが成功したからな、 B まで上げたいね。 B まで上げられるものは B まで上げていきたいね。お待たせ。ともに。うお、1点入れられてるけど、同点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で、お前の心は今ズタズタなはずだ、スバル。第2球、投げた。変化球はボール。俺との勝負で、カウントは2ボール。すべてのプライドを打ち崩したからな。相当に退場させてやる。はい、おお調子に乗りすぎた。まだ投げてるか。ほい、うちも点を取られてるな。あ、まだ投げてるか。頑張るね。今日はツーランホームラン2本を打っています。投球これから2球目。ほい、打ちました。痛烈、はい、こいつさ、うわマッチ危ねえ。何本俺にホームラン打たれてんだろう、公式じゃないものも含めて。守備職人だね。あとはちょっとカルロスがいない。でもこれはいい、これは悪くないよ。でもうこれは無理だから寝て2回練習しよう。臨床は結構貯められたから総力 B とかにはできそうだね。ちょっと B にしちゃおう。これで高速ベースランが結構生きるかな。石化ベースランはね、本当に臨床ポイントがきついからね。バッター横瀬、第9投げた、お打ちました。抜けないか。三遊間、しえ3点取られてるよ、マジか。さっきのでホームランが打てなかったみたいな。1点でも稼いでおかないといけない状況なのに誰も塁に出てくれない。もう1回、もう点を取られたら終わるぞこの試合。マジでさ、誰も塁に出てくれないんだけど。今日2打席連続でホームラン。いや、最初でホームラン打てなかったのか。てかその後頑張るね。その後頑張るけどさ、全部俺頼みじゃねえかよ。いや、いいんだけどさ、これ絶対スカウトさんの評価さ、めっちゃ上がるでしょう。いや、上がんないんだけど、実際は俺のおかげで勝ったからね。3、4、5、5人で全部で7人。メンタル、小村ちゃん、あー、これいい、これいい。うーん、7位、惜しいね。いや、でもこれはでかい。もう一回オーバーヒートしてくれればめちゃいいんだけど。おお、すげーっていうオーバーヒートがなかったからね。ちょっと補給を D まで上げよう、せめて。で、あとはチャンスをね、潰してないからね。送球はとりあえず丸にしておこう。あとなんか取らなきゃいけないのか。術師か。まだね、まだもう一回練習できる可能性があるから残しておいて、打球の身も丸にしておく、とりあえず。せっかく取ったから。まあ、でも全体的にはこう悪くない選手ではあると思うんだよね、今のとこ。お待たせ。ノーアウトランナー一塁という場面で横瀬、タッチセーフ。第9投げました。シンカーはボール。第2球投げました。まあ、ただゼリングだもんね。打ちやすい方の投手ではあるんで。波動リードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている横瀬、投球これから2球目。ボール、どうか。完全なボール球、カウントは2ボールのストライク。投げました。ちょっと振り遅れたけど、さらに伸びていく。横瀬ツーベース。三塁まではいけなかったか。高速ベースランも打ってて、左打ちにしとけばよかったかな。でも左打ちにするとさ、初期ミートと初期パワーとかが下がるからね。第2球、これはでもボール球だったけど切ってしまったな。もう一本、もう一本打たないと思うな。ちょっとパッティのさ、ドロップカーブ本当嫌いなんだよね。第2球、これも、あー、今ボール球だったかな。
これはヒットになる。もう一回はさすがに回ってこないよね。まあでも一応4安打だったんで経験点的には大丈夫でしょう。まあさすがに全試合満点とはいけないけど、コツを見つつちーちゃんかどうする。タックが発生してるわけではない。最悪これより悪くなる可能性があるからね。オーバーヒート4人号令かけるとさ、オーバーヒートの人数が減る可能性があるからね。ほら3人になってるから、これはどうなの結局やった方が良かったのか。まあいいや、一応タックが来てるんで行きましょう。虹谷もね、打てる時と打てない時のねちょっと差があるからな。じゃあそうするとまず絶対やっておきたいこととしては魔術師、技術を大量に使ったな。でチャンスもちょっと欲しいよね。やっぱり技術が足りないか、広角打法が取れてないのか。パワーを上げられるかな。ちょっと補給のシーン、オールシーンにしておこう。でこっからあとは試合経験点とエピローグ経験点で調整していきましょう。多分パワーは B に持ってけそうですね、筋力の余り具合からすると。ワンアウトランナーなしという場面で横瀬投げた、ボール第2球投げた、危ない球。ここは集中していこう。ちょっと第3球、見送ってボールが先行するね。カウントは3ボールノーストライク。第4球を、あ、待って、あ、打ちました。よし、切れた、危ない。入りました。次が5球目、入ってきたか。止まって、無理だよ。あのフォークはね、マジで打てない。波動、先制のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で横瀬、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打ちました、ファール。第3球番モード、ここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、低め、スライダーは外れてもボールが先行するね。カウンター3ボール1ストライク。あ、待て今の絶対ボールだった。もうやばい、打てない病になってる。この回は上位打線から始まります。トップバッターは横瀬、今日はセカンドゴロとショートゴロ。投げました、際どいな、かなり際どい球を投げてるね。カウンター2ボール、よし。このね、四隅に来るねストレートをね俺は狙ってるんですよ、基本的に。虹谷の場合はこの回は2番からの高打順、先頭バッターは横瀬。あとね、四隅にね入ってくるスライダーとシュート、第2球、これはちょっと見送ってストライク。俺の中では狙い目なんだけど、なかなか打つのは難しいっていう。カウントは2ボール1ストライク。そう、これでね、ここら辺に来るシュートとか、まあ、逆のねスライダーとか、これはちょっと無理。第6球を投げた、結構フォームか。もう一回待ってこい、分かったまあでもホームラン1本打てたからいいでしょう。どれくらい入る ?59 か。誰が打ってくれたか知んないけど、で騎馬妹はねチャンスメーカーをくれるんで、それももらっておきましょう。ここで40ポイント手に入ったのはまあ結構でかいよね、やっぱり。で騎馬妹はプラゴなんで、まあ、プラゴの45なんで、いくつだっけ、プラゴの45だと90とかくれるよね確か。ほら96、あ、そうだ、小村ちゃんいたんだすっかり忘れとった。まあ、別にね、気迫ヘッドなんて小村ちゃんのエピローグポイントで余裕で余るくらいなんで。いやマジで忘れてたわ小村ちゃんとか、すまんね、最初の方めちゃくちゃコツくれてたのにね6500、まあ、強化波動はねあれが乗らないとねなかなかいかないんですけど、まずじゃあ絶対に取るのはチャンスメーカーと気迫ヘッドで、やっぱりパワー余ってるね。でミート7上げればいいからなんとかなる。総力 A、 これさど
どうする、パワーを A にするか、他なんかある、早急をやると一応パワー A にはできるのか。そうすると、敏捷と精神だけになるから、完全に敏捷と精神だけになるから、ブルヒッターにしとこっか広角打法がないからね、ブルヒッターにしよう。で、あとはなんかそれなりのものをちょいちょいと取っていくか。若干精神が余ってる、若干精神が余っているから、レーザービームはなしだからな。満塁男にするかどうするか。競争心か、競争心にしよう。これで精神がだいぶ使って、あとは技術が47しかないから、技術を使わないやつなんてさないよね。そうそう、技術をなるべく使わないやつ、いやーないわそんなもん。悪気打ちはマジでいらないから、チャンスがいけるのか。チャンスを取って他何か取れる、あ、取れるのはあるね。でもブロックとかブロックとゲッツー崩しか。ゲッツー崩しを取ると若干筋力が余るけど、まあしょうがないかと。うん、じゃあこれでいいでしょう。こんな感じですね。というところで、まあいきなりコツ持ちウィーク、まあ野手がね向いてると思います。キバ妹とちーちゃん2人入れられれば、この2人入れるとだいぶ楽になるんで。で、あとはやっぱりね、波動の強化はどれだけ、複数のオーバーヒートを組めるかというところになりますね。というところで、まあ俺的には結構悪くない選手だと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。